はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は J クラ限定満足度調査やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は7月の12日に登場しました、フォーカストプレイヤー第3弾の、えー、満足度調査やっていきましょう。さあ、ということで、えー、今シーズンからね、皆さんにいろいろアンケートの、ね、ご協力をいただきまして、えー、満足度調査というのをね、いろいろ行っているわけですが、 さなんとねまあ今まで満足度が50%超えてくるものというのがなかなかないっていうねはい残念な結果になっておったわけですがなんと今回超えてくるのかなっていうところでねまあでもフォーカス・オプレイヤー第3弾は結構感触良さそうななんか皆さんの反応がなんかね X とかで見れたりとかまあ配信しててね聞けたりとかしたのでいつもよりはいいんじゃないかなというねところがはいまあ可能性としてあるんじゃないかなというところはちょっと楽しみな要素ですが さあ、ということで、まあ、あツイッターとね、あ、X とね、えー、YouTube の方で両方取らせていただいたんですが、ちょっと先に言っとくとですね、YouTube の方にコメントを書いていただいたんですが、僕が今回ね、初めてスケジュール設定というところで、まあ、24時間をめどにね、アンケートを取る機能がありまして、それをね、使わせていただいたんですが、なんとですね、これにするとコメントアーカイブで残らないということを知りませんでして、あの、コメント拾ってこれませんでした。先にちょっとね、本当にね、多分な、結構ね、 8件、9件ぐらいコメントをもらってたんですよ。本当申し訳なくて、あの、そこはちょっと先に、あの、謝罪しておきます。そこはちょっと僕は知らなくて、あの、その設定にしてしまったので、ちょっとコメントが見えませんでした。なので、ま、あくまでちょっとね、YouTube の方、あ、YouTube じゃない。<laughs> Twitter の方ね。で、えー、あの、アンケートした分のね、コメントとか拾ってこれたので、そこをね、ちょっと紹介しながら、まあ、今回の僕の評価とか、まあ、合わせてね、えー、お話できたらなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、じゃあ、早速ね、まあ、皆さんのね、アンケート結果をね、じゃあ、ご覧いただきましょうか。ということで、まあ、順に見ていきたいんですが、じゃまずは、えー、ここは YouTube じゃなくて、先に Twitter かなの方から見ていきましょう。こちらです。はい。ということで、J クラ満足度調査ということで、えー、今回7月12日に登場したフォーカストプレイヤー第3弾についての評価をお聞かせくださいという名目で、えー、アンケートを取らせていただきました。まあ、あなたは登場カードに満足しましたかというところで、えー、質問したところ、 なんとですね、やや満足が一番多いというね、36%。おー、これは素晴らしい数字じゃないですか。今までのやつとかだともう不満からね、もう階段みたいになってましたからね。不満、やや不満、やや満足、満足の順だったからね、大体ね。さあ、ここで、えー、ちょっと変わりましたね、皆さんの評価がね。やや満足が一番高い。で、時点で次が僅差ですが、やや不満が23%。で、満足が22%。これもね、満足度は一番高いんじゃないですかね。うん。 歴代1じゃないですかで。不満がなんと一番少ない19%。怪拙ですね。フォーカスドプレイヤー第3弾は怪拙なんじゃないでしょうか <laughs>。結構皆さん厳しいんですけどね。うん、今まで結構不満に入ってたんですけど、 まあ本当にね、僕も正直やってて思いましたけど、これ満足度50%超えるときあんのかなと思いつつやってたんですけど、なんと早めに結構超えていきましたね。まあそれぐらい、結構今回のフォーカストプレイヤー第3弾はね、うん、いい限定だったということじゃないでしょうかね。というところが、まあこのね、X で取ったアンケートの結果で見えてきたところかなと思います。まあ票数がね、271票も入れていただきましたね。ありがとうございます。 じゃあ続きまして、えー、ここからはね、まあ、もしかしたら X よりも厳しいかもしれません。YouTube のね、アンケートをじゃあ見ていきましょう。こちらです。はい、ということで、ここも同じ文章でね、取らせていただきました。まあ、J クラ満足度調査ということで、まあ、ちょっとここ省略されてますかね。まあ、同じ分でアンケート取ったと思ってください。一番多かったの、なんと、やや満足37%。おー、ずば抜けてますね、これね。10%ぐらいで高いね。 で時点でやや満足が27%で不満が20%で満足が最後15%という結果になっております。まあ、というところでまあじゃあ足してみるとまあ半分は超えてるね52%満足ということでまあいい結果になってるんじゃないですかねまあどっちかというとなんかこういうアンケートを取ると YouTube の方が厳しいんですけど YouTube で50%超えるっていうのは結構ね快挙かもしれないね次超えるのはいつになるんでしょうねって感じがしますけどね。 はい。ということで、まあ、素晴らしい、えー、限定がね、登場してるという皆さんの評価じゃないでしょうか。まあ、僕自身の評価をちょっとじゃあ先に言っときますか。うん。僕がもし入れるんだったら、まあ、それは満足に入れますね。はい。まあ、理由としてはいろいろありますけど、まあ、アビスパ初のね、セレクトカードが限定で来ましたよと。まあ、アビスパ初って言ったらあれですけど、限定でセレクト来たの初ってことね。で、来ましたけど、まあ、それがやっぱりね、まあ、いいというところですよね。うん。 まあ、岩崎選手にね、超次元、ライトニングカッターとかね、うん。まあ、ついたりとかもしてますしね。まあ、文句ないかな。まあ、ジクラブ的目線で見ても、まあ、正直文句ないかなというところと、まあ、あと今回のやっぱフォーカストプレイヤー3弾のいいところとしては、まあ、ちょっとね、じゃ先に悪いところだけチラッと言っとくと、まあ、でもこれはね、仕方ないところなんですけど、全部が全部当たりっていうのはないので、まあ、仕方ないんですけど、まあ、最近ちょっとカットインからの B シュートスキルの外れみたいなカードが、ちょっと目立ってるんですよね。うん。 これ意図的に出してると見えるぐらい意図的に出されてるんですけど、ちょっとその枠に入ったクラブがちょっとかわいそうだなっていう点と、まあ、ただ、まあ仕方ない部分もあるかなっていうところで、まあこれは別にね、悪い点というか、まあ仕方がない点というかね、まあ、強いて言うんだったら点ぐらいですね。はい <laughs>。そこに理解は当然あるんでね、全部当たりカード出すなんて無理だと思うんで、はい。そこはもう仕方ないのかなと思うんですけど、まあそういったカードがちょっと最近ね、まあ見受けられてるというところと、 まあ、あとはそうですね。うん、まあ、そんなに、あとは別に悪いところは見受けられなかったかな。まあ、特定のクラブがちょっとまだフォーカストプレイヤーで損し続けてる状況があるのは、ちょっとまあね、そのところのサポーターの方からしたらちょっと辛いところですけどね。うん。まあ、そこの平等性っていうのもちょっとマシにはなってきてるのかな。ダンスね、あの、入れてきて。まあ、今回特に救済されたなと思ったのは、群馬かな。まあ、くしびき選手のね、92のカードとか出てましたけど、まあ、あいうカードが、まあ、出てきたりとか。まあ、今までちょっとライト圏でね、 あの苦しい思いしてるクラブがそういった風にねまあある程度グレードの高い選手が対象になってしっかりと出てくるっていうのはまあ一つ見てて気持ちいいところなのかなと思いましたねうん。であとはまあ全体のカードの、まあ、そういうお気に入りまあ字クラブとかの関係なしに、まあ、全体的な質としても、まあ、結構良かったんじゃないかなと。 まあパッと思い浮かぶだけでもピンタックインターの選手なんて85ぐらいで何人もいたし、まあスキル的に特にやっぱ使える選手が多かったなっていう、いつもよりも、まあそこに結構力入れて出してるんじゃないかなっていうふうな、え感じを、まあ受けましたね、個人的には。まあこれがやっぱり大事なところとしては、まあそのやっぱり J クラってクラブリンクとか、まあそのブーストプラスとか、キラとか、センスとかで、そのカードの出た時の状態以上に全然強くすることができるんですよ。 ただ唯一変えられないのはやっぱスキル構成なんですよね、現状はね。なので、このスキル面っていうのは、ほぼほぼまあ、その当たりで出してくれないと使いにくいんですよね、どうしても。最低ラインとかあると思うんですけどね。となった時に、じゃあピンタクインターで能力値が足りない選手は能力値が上積みしたら使える可能性を残してるとも言えるんでね。だからまあ、スキルがいいスキルが出るっていうのはすごく大事なことで、これが結構ね、満たされてる感はありましたね、全体的に言うとね。で、まあ、よくありがちなのは、限定によっては結構ピックアップ以外がちょっと厳しいとかね。 あるパターンあるじゃないですか。どうしてもね。うん。組み合わせ的にもちょっとなんか、煮えつかないな、みたいな。まあ、そういうのがあんまりなかったかなと。まあ、少なくともここ直近の限定の中で一番、まあ、そういったね、ところに関しては、結構ニーズを広く満たしているところかなと思ったので、まあ、個人的には満足かなと思いましたので、僕が入れるんだとしたら、 まあその点からすると満足でうんもう文句ないかなっていう感じですね。あんまり今回の限定に関しては正直悪いとこはほぼほぼなかったかなっていう印象がありましたので僕の評価としてはそんな感じです。だからまあ結構限定としてもね、まあ、その箱狙いみたいな感じでしやすいしね。まあフォーカスブレー3段で誰かしら当たらないかなとかで行きやすいっていうのも、まあ、特に初心者の人とかね。まあ、やっぱ緑にじけって外れとかよりはね全然当たりの嬉しいでしょうから。 そういった当たりの受けが広いっていうのはね、そういう初心者の方の救済とかにもなってるんじゃないかなっていうところもあるので、まあこの時期に出すとしてはね、結構良かったんじゃないかなと。まあそれこそね、周年を機に始めた人とかもいるでしょうしね。まあ僕の配信にもね、何人か来てくれてますけど、まあそういう人がやっぱいると思うんで、うん、まあそういう人たちからすると、やっぱ緑虹狙っていける、まあすごくいい環境だなと思いましたね。はい。で、あとはそうですね、僕のコメントとしてはも以上になりますが、まああとは皆さんのコメントを見ながらね、ちょっと話していこうかなと思います。 じゃあ、まず一つ目見ていきましょう。こちらです。はい、ここはやや満足ということでね、評価いただきましたね。まず、丸の点がゴールキーパー、ディフェンダー陣のスキル構成が全体的に良いということね。まあ、これは本当にそう思いましたね。守備陣はそうね、特に良かったね。まあ、ゴールキーパーも全員シュートセーバーついてましたし、まあね、選手によってはダイナミックセーバーも,もちろん選手もいましたし、まあ、そうね、ディフェンダーも結構良かったですね。うん、まあ、サイドバック系の選手もいましたし、まあ、ボランチ系の選手もいましたしね。 まあディフェッチが高いサイドバックの選手とかって結構ね、あのフォーカスとかで強く出やすいんですけど、そこの特徴とかをなんか久しぶりに、なんか去年のね、フォーカスの良さとかをちょっと思い出したなっていうぐらい、まあ、サイドバックの選手とかもね、結構いいカード出てましたしね、ここのね、満足度は結構高いんじゃないかなと思いましたね。で、あと浦和の選手が95以上。あこれも大事ですからね、チームね。う で、あと、×の点。Y 黒持ちが出ていない。あー、まあこれはちょっとあれかもしんないね。あの、ライトニングエッジとのかぶりを避けたのかもしんないですけどね。うーん。サイドカットイン系は b 種と5位。これがそうね。前回のライトニングエッジからそうね。うーん。OMF バランスタイプがいない。結構特殊。まと、あ、そうね。OMF。まあんまり最近多くないですよね。トップ下の。まあ、なくはないけどね。あ、なくはないというか、まあ出なくはないんでしょうけど、バランスタイプ。 タイプ別て言われるとね、バランスタイプもそんな多くはないんでしょうね。去年ほど多くなさそうだもんね。去年結構出てたイメージありましたけどね。今年どうなんだろうな。まあ、今年も出てないことはないのかな。うん。まあどうでしょうね。OMF ってなると、そんな出てないのかな。まあそんな感じでしょうね。はい。あと、ストライカー限定がなさそうな布石。ああ、これ難しいんですけどね。まあそうね。確かに。まあなんかエジガルジュニア選手とか,がとかが出てきたのはちょっとなんかあれと思いましたけどね。 正直ね、まあ、ストライカー回ってんじゃないかなと思って、僕とかは予想からもがっつり外したんですけど、じゃあ、誰だって言われたら、まあ、ファーマ選手がね、回ってんのかなとかありますけど、まあ、そもそもなんか、その、フォーカスプレイヤー第2弾の時もね、ちょっとちらっと言いましたけど、まあ、鈴木優真選手とか、アンデルソン・ロペス選手あたりとかが、うん、まあ、出てきてるのも、あれと思いましたけどね、特にアンデルソン・ロペス選手かな。<laughs> どう見てもストライカー選ばれそうだからね。 で鹿島もね、ちょっとストライカーが誰になるかというのが、ちょっといまいち読めなくなってきてるんだよね、鈴木優馬選手もあれだし、まあ、チャブリッチ選手もねカード出ちゃいましたからね、ライトニングエッジでね。うん、というね、ちょっと各クラブを見てみると、あれ、ストライカーどうなんだっていうのは、確かにね、ちょっと強くなってきてるよね、最近ね。どっちかというと、このストライカーの前とかって CF が全く出ないわけじゃないんですよ。ただ その例えば、そのチームの得点源の選手とかちょっと避けたところのフォワードの選手とか、もしくはトップ下の選手で OMF とかね、CMF とかシャドウとかも兼任して出てる選手とかが選ばれやすかったりとかね。まあそういうイメージがあるんですよね、フォーカストプレイヤーってね。うん。確かにね、そうなんですよ。今年はね、なんかちょっとね、ストライカー、まあストライカーだけじゃないのかもしれんけどね、うん。なんか特定の限定がちょっと出にくいんじゃないかなと思われるところがある中で、まあやっぱりそうね、代表的な限定だからね、ストライカーとかガーディアンとかね。 こういったところの可能性が薄くなるのはちょっと厳しいってとこかな。うん。まあ、今まで小暮が出てないチームの救済内容であると思いましたけ、ね、やや満足。うん。これね、そうなんですよね。今回ね、J1 のピックアップとか見ても、僕も結構ここで触れたんですけど、あのちょうどね、更新予想かなんかの時にね。あの、まあ、極端にあのセレクトとかが被らないようにとか、ピックアップが被らないようにっていう配慮が、特にこのフォーカスドプレイヤーは見えてるんですよね。 うん、今回も、まあ、鳥栖、新潟、福岡でしたけど、この3クラブって、ピックアップにも多分絡んでないと思うんですよね、1回もね。ってぐらい、まあ、絡んでないクラブだったんですけど、まあ、急にね、そこ入れてきたりとかして、まあ、ちょっと平等性を保とうと、まあ、してるのかなっていうのは、まあ、前回のライトニングエッジで湘南とかね、あの、まあ、札幌とかが入ってきてるのもそれの一つだと思うんですけど、まあ、そういうなんか最近意思が見られるので、ちょっとここに対しては、平等性をある程度は、 まあ特にシーズン序盤はね、保とうとしてるのかなっていうところ。まあ、フォーカスに関してはやっぱりリーグがね、今結構大事だから、ここに対してね、すごく差を広げてしまうと、やっぱアマテラスしの有利不利がね、まあ、極端にここも出ますからね、まあ、すでにね、TS とか出てますけどね、まあ、そういったのをちょっと嫌ったのかなっていうところで、まあ、いろんなクラブにね、チャンスがあるのはいいと思うんでね、僕もまあ、これはいい要素だなと思いましたね、今回ね。まあ、そういったところも配慮してくれてるんだなっていうのは感じることができたので、 良かったと、まあ、やや満足で、ね、評価していいいたただというとうころですね、まあ、しっかりとねいいところも悪いところもね、うん、つけていただいたので、まあ、これはね、まあ、すごく面白い意見だなと思いましたね、まあ、僕もまあもうちょっと細かく言えば自分的にいいとこと悪いとこというのはしっかりあるんですけど <laughs> あるんですけどねはいというところではい、まあ、やや満足で評価いただきましてありがとうございます。 さあじゃあね、今日ね、今回ちょっとね、ツイッターの方から拾ってしか拾ってきてないので、2個目で終わりです。ということで、2つ目のコメント見ていきましょう。こちらです。はい、ここは2段よりもメンツがしょぼいという意見をいただきました。あくまで個人の感想です。ということですね。ありがとうございます。そうね、人によってはね、2段よりもしょぼいと思う人もいるかもしれないね。うん。これいろいろな見方があるからね、一概にちょっとね、何とも言えないんですけど、まあ、フラットに見るんだったら全体で見ると、んまあ、どうなんだろうね。 まあその全体の平均値でいうと、まだいい方かな、でも例えば、そのユーザーの人によって、例えば僕はフォワードが欲しいんだ、僕はゴールキーパーが欲しい、僕はセンターバックが欲しい、僕はサイドバックが欲しい、僕はボランチが欲しい、まいろいろあるわけじゃないですか。っていうところの見方からすると、あるだろうね、うん。まあやっぱその何,何の段が当たりかっていうのは、人それぞれやっぱ意見が違うっていうのも、まあ、それでね、まあそれもすごく正しいことだと思うんですよ。うん だからこそ、まあ、その例えば、じゃあ、今回みたいに3段が結構みんなの満足度が高かった、これは平均値の話であってね、平均的に、まあ、そういう投票で出たわけであって、ただ一人一人の意見を見ていくと、まあ、当然反対にね、あの不満に入れた人もいるし、まあ、やや不満に入れた人もいる中でね、まあ、そんなに大きく票数は別に変わってないんでね、まあ、こういった意見が、ね、あるのも、ね、当然かなと思います。 ただまあその、なんていうかな、フォーカスとプレイヤーってどうしても、例えばそのポジション的な話だったりとか、そのまあジグラブで見たらね、ジグラブで当たりが出るところ、出ないところっていうのはどうしてもあるので、まあそこでしょうね。うん。まあそこが今回のまあ3段よりも多分コメントいただいた方は2段の方が良かったんじゃないかなっていうところですね。まあそういう意見がね、当然あるのもね、別に不思議なことじゃないんでね、これはね、意見として大事な意見だと思います。ということでコメントありがとうございます。 はい。ということで、えー、今回はですね、皆さんの、えー、ユーザー満足度調査ということで、フォーカスプレイ第3弾の、えー、調査やっていきました。いかがだったでしょうかまあ、ついにね、満足度がね、平均、まあ、あの、やや満足と満足合わせたら、まあ、どっちもなんと50%超えたというね。ま、あ、素晴らしいんじゃないですかね。今までのね、正直ね、アンケートはね、悲惨なものでしたからね。うん。<laughs> <laughs> まあね七まあ3七とかね割合的に言うと、まあ、4六だったらまだいい方だなっていう感じでしたけどねうん。 でしかも、やや満足がね、一番多かったというのはね、まあ、これからの、まあ、評価の基準にはなってくるんじゃないかなと思いますけど、じゃあ次ね、7月末の限定が出てきたり、まあ、フォーカスで言うと4段がね、次また8月に出てきたりとか、いろいろあるわけですけど、まあ、この評価をね、さらに超えるような限定がいつ出てくるのかというので、ね、まあ、皆さんにね、ぜひね、注目してほしいし、まあ、ぜひね、あの、皆さんの意見僕もね、聞きたいんで、まあ、ぜひよかったらね、アンケートにご協力いただけたらなと思います。まあ、当然これだけじゃなくて、いろんなことにね、対してアンケートを取っていくと思いますので、 まあ、ぜひ参加していただけたら僕は嬉しいですね。はい。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ここでで失礼します。バイバイ。